はい、山寺です。今天満に来ております。ちょっとね、今日はね、立ち飲みのほら、前行きました新多聞酒蔵かで、ちょっとね、マレーシア料理がまたね、食べたくなってきましたんで、行ってみたいと思います。では行ってきます。はい、こちらがですね、新多聞酒蔵です。今から入って食べていきます。はい、まずはですね、薩摩白波の水割りをいただきたいと思います。うまい。やっぱり白波のね、芋の香りがすごくしていいですね。うん、なかなか芋好きの山寺にとってはね、いいですね。人によってはね、ちょっとね、癖がね、僕は大丈夫です。ありがとうございます。はい、まずはですね、高野豆腐の椎茸にですね、ちょっといただきたいと思います。こういうの好きなんですよね。うまそうでしょ。いただきます。なんかさっぱりして、そのままという料理って、うまここはね、マレーシアよりもあるけども、ちょっとこういうね、和風なんもあるんでいいですね。うん、ちょっとね、濃いめの味付けでお酒が進むね、これ、あとね、ご飯と食べても多分美味しいですわ。ご飯とね、めちゃくちゃ美味しい。うん、高野豆腐好きやからね。うん、うまいです。今日はね、なんかね、豚足のなんか煮込みかな、ちょっと、チャークイっていうかなんか頼みました。うん、今日のね、こちらのお店のおすすめが、豚足生姜のうま煮ですわ。これはちょっと見てん、これプルプルやん、これ、ほら。どうしたらいいの、これ、皆さん、どうしたらいいの、これ、どうしたらいいと思います？やっぱりこっちから食べた方がいいか、分からへんけど、ちょっとこのプルプル感、ほら、うわ、ちょっと、ざーっと。ごめんなさいね、ちょっとこれ皮ね、これをいただきますわ。切れた、すごい柔らかい。ほら、レンズ曇ってますね。見た目ほどね、濃い味付けじゃなくてね、生姜が効いてるから割とね、さっぱり食べれますわ。うまい。うん、横にね、それ一緒にね、ついてるこのキクラゲもいいですわ。いい感じですわ。パッサリですわ、ほんまに。うん、うまいわ。うん、なんかね、プルプルで掴みにくいぐらい。生姜がね、よく効いてますわ。うん、ほんまに美味しいですね。うん、うまいですね、ほんまに。うん、なんかもう今日はね、まあ、夕方ですわ。夕方やけどね、この夕方、まあ、珍しいけど、ね、夕方飲んでるのは、この時間に飲んでるのはね、なかなか山寺的には珍しいかもしれませんけど、なるほどか分からん、何でか分からへんけど、うん、まだ1軒目ですからね、言うても、うん、そんな可愛いもんじゃうか。
はい、2杯目はですね、トマトチューハイにしました。あ、さっぱりしていいですね、トマチュー。もう豚足ね、これでかいから 丸かぶりしますよ。小丸かぶりですよ。丸かぶりはちょっと気づいたな。うん、骨が入りました、うん、いきなり骨です、ごめんなさい、ね、いきなり骨から、ここね、この部分食べなきゃいな。食べるとこがね、骨の周りにいっぱいついてるからね、食べにくいけど美味しいから、うんうん、このいくらでもね、うん、美味しいですわ。いくらでもこうさっぱりしますね、うん。チャークイチョっていうやつが食べます。600円ね。マレーシアの焼ききしめんらしいですね。エビともやしとニラ入り辛麺でね、エビともやしとニラ入りの辛麺っていうけどね、麺がこれ、はい、麺がどれが麺かちょっとあんまり分からへんけど、食べてみますわ、とりあえずね。ママ豚足が食べて、あとで残った汁で、うん、美味しい、うん、麺がね、今のところなんていうの、あの短くなってる麺ですわ。昨日食べたのに、これご飯に合うなと思って、ピリ辛、どっちかというとこの醤油と、なんか醤油かな、醤油と、なんかちょっと分からない分からんけど、とりあえず美味しいですね。濃い味付け、濃い味付け、うん、これでもほんまに初めて食べる味ですよ、私、ね、マレーシア料理です。まだ俺店に出るよ、うん、お客さんの隣で飲むよ。まあね、ちょっとね、醤油となんかね、ピリッとしたものが入ってるね、多分醤油味だと思うんだけどね、ピリッとしたものが入ってて、うん、で、具だくさん、うん、で、あのね、日本でいうきしめんみたいなこう、ね、麺が入ってるんで、ヌードル的な感じかな。これ結構お腹膨れますよ、これ、うん、うん、これをちょっとまたハイボールで、ハイボールじゃないわ、トマトチューハイ、トマトソーチ、トマトチューハイ、ちょっと今日は思考回路が止まってますわ、おかしい。お嬢ね、いったん、これいったことない。うまい。今日はね、もうめっちゃね、食べるぞと思って意気込んできたけど、なんかお腹いっぱいになってきた。あの豚足で結構お腹膨れますね、豚足っていうのはね、お腹にドカーンときて、で今あの、ね、ヌードルね、チャークイキヨ、マレーシアの焼ききしめんっていうのを食べて、もうこれまた余計お腹ポーンきてね、もうほんまにお腹パンパンや、えらいことですわ。美味しいんやけどね、美味しいけどもなんかもうなんかパンパカリンになりました。パンパカリンってなんか、ね、そういうキャラクターあったかもしれませんけど、ほんまに、そうですわ、ほんまに。今日はちょっとなんかこう、ほんまにほんまにばっかりでね、何がほんまにか分からへんけど、ごまかすの山寺ピー、これがね、困った時の山寺ピーです。これでいきましょう。ね、うん、うまい。今ですね、新多聞酒蔵で食べてきましたマレーシア料理とね、ちょっとね、和食、うん、高野豆腐の炊いたやつとか食べてきた。やっぱり美味しいですね、ここはね。もうでも今日はね、いろいろ食べたかったんで、だいぶ意気込んでいったんやけど、お腹いっぱいなんで食べれませんでした。ということです。いつもですね、山田の YouTube 見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。